食へのの貪欲と妄想の危険性、13著者ヒューオ翻訳者ご子ご子人はいつも水が欲しいです口活病糖尿病の別名は口活病です肝心なのは人体の機能これは数えきれないほど言っていたことですが 君たちはいつも覚えていないだけなんですね。例えば、食事をすると、胃腸が働き始め、この働きモードで、君が食べたものを全部消化しなければならないような仕組みになっています。この仕事で、胃腸は疲れるかどうかと思いますか疲れるのです。しかし、 君は、それ、胃腸のために考えたことが一度もなく、それはとても疲れていますが、君が絶えずに口の中で食べ物をついこんでいます。どんな臓器にも寿命があり、消耗されたらすり減ります。君のような食べ方をしていたら、普通の人より数倍も早く消耗してしまいます。 普通の人は一日三食か二食ですが、あなたは一日五食も六食も食べているので、三食の人に比べて二倍の差があり、二食のに比べて差が何倍ありますか三倍です。それなら、他人より消耗スピードが速いのです。それはまだいい方です。その場を離れて、 君はまだ食べて、家に帰ってもまだ食べるのではないか。すると、三倍どころか五倍の速さです。他人が百年生きれば、君はせいぜい四十年か五十年、せいぜい五十年。もう一つは、食べて消化した後、脂肪、さまざまなビタミン、体に必要なもの。 必要でないものはすべて体内に入っているのです消化器系だけでなく多くが肝臓に送られ肝臓は役に立つものか立たないものか体が必要とするものか必要としないものかを選別しているのですそれで肝臓も同じような疲労度になってしまったのです さて、君の心臓、心臓はこれらの2つの仕事を見て、消化器系、とても強烈な仕事、仕事には酸素が必要と、酸素には血液循環が必要とされます。血液循環で酸素は十分ではない場合、どうすればいいですかそれ、 心臓はそこで力を加えて加速し、もう少しでもいいから、より多く血液を押し出そうとしています。心臓も毎日疲労状態に入り、消耗し、疲労消耗の状態にはいってしまったのです。ほら、これらいくつかのシステムはすべて疲労消耗に入っていたので、消耗しない人と比べて、 同じになることができますか同じではありません。食べて食べなさいよ。すり減らしてすりなさい。どうせそのボロボロのやつは蚊にどうしようもありません。こんな風にすり減ってこんな風にボロボロになっていたから捨て鉢にしよう。 食べなければ、良くなってきますよね。彼女は24時間持たないでしょうね。私は分かっていますよ。まず、コンセプトを変えること、式から変えて、それからそれを実行できるように訓練します。彼女は、自分のこの小さいな命が快適に生きていくためでも、やりたくない。 欲張りするのをやめられないからですあれが気持ちよくても私のこれほど良いのではありません私のこの快適さは食べたら心地よくなります将来快適になるなんて誰が将来のことを知っていますか今のこの良さは食べたら感じるのです 私はこの快適さこそ欲しいです。音惚自身、理の着替性に疑っているとき、心が痛くなりませんか 私たちは何をしているのでしょうか本当は、万、ま、ンりは本来ひっそりとしているが、人々自身が騒いでいるだけのです。自分が騒いで、自分自身をいらしらさせて混乱させてしまっても、まだ騒いでいるのです。何をしているのですよ世の中には心配事が何もないが、ボンプは自らわらう。 自分自身は生き盛んに騒いで、人も神様をも怒らせ、惨めな思いをしたり、一りぼっちになったりするのです。台場だったはそれをそのままに演じて示してくれたのです。台場だったとは何者ですか彼は王子ですよ、王位を継承する皇太子であります。 お釈迦様と同じ僧侶になったのです有伊の時代には武術才能知恵のどれをとっても釈迦仏に次ぐもので釈迦仏がいなければ間違いなく世界一でした彼は後に仏の弟子になりこの疑いのことがなければそんな境地地獄には陥ってしまったことは到底ありません 最初は彼は弟子にふさわした振る舞いをしていたので、弟子として、仏に法を求め、神通力を求めました。お釈迦様は、煩悩を抑えなさい、煩悩を抑えずに神通力を持つことは君に不利で、有害になるとおっしゃいました。そして、フランスはどういう意味なのか、と彼は疑いました。その後、 釈迦が天元第一のアナリツ尊者に人通を教えるのを見て、釈尊は大気説法で、アナリツ尊者はこの天元という因縁があった。彼、アナリツ尊者も煩悩を断ち切っていないのに、ブッダが彼に人通を教えてあげたが、私が煩悩を断ち切っていないからといって、ブッダは教えてくれなかった。これはどういう意味なのだ、と。 台場だったは疑いが湧い上がったのですしかしそれ以来ティバダッタはブッダが不公平であるばかりかその説法にも何もかもがおかしいと思い彼の疑いがますます深刻になり自分を堕落させ善を楽しむのも地獄で楽しむことしかできないととことんまで疑いになってしまったのです なんというよくできる人だな。そして、彼はその時すでに五通を獲得し、多くの禅帳を達成したのです。それにしても地獄に落ちてしまったのです。疑うから、今までの良いことをすべて破壊し、無限の苦しみを得て、良い友も良いカルマも、全部疑いのため、壊してなくしてしまうのです。 結局悪人ばかりか、誰もいなくなるかのどちらかです。では、君はどうやって過ごしていきますかこの疑いはこれらすべてを破壊し、悪魔の根源を助長するだけでなく、悪魔の力をも助長してしまうのです。もともと制御できないで、さらにその力を助長して、 それであなたは死んでしまうに決まっているのではありませんか恩師を称えるし、著者、報復。恩師を際限なく称賛し、 あなたはすべての人のために空を持ち上げ、すべての貧しいに最も信頼できる平和な居場所を与えることを厭わない。誰からも望まれず、野良犬のような私を、心よく受け入れてくださり、心から感謝しております。恩師を際限なく称賛し、 あなたはカルマを変える素晴らしい孤独を持っています。私たちが従順で純粋な信仰を持っている限り、私たちのカルマを今すぐ取り除くことができます。恩師を際限なく称賛し、あなたはナンセンスなことを決して話しません。自分の栄光を築いているのか、 それとも自分のイメージを破壊しているのかを知っているからです。恩師を際限なく称賛し、あなたは私たちに次のことを教えてくれます。他人に奉仕することは、他人に自分の功績を培わせることであり、自分自身が最も達成しやすいものです。 自分の利益を失うことを常に恐れている場合、あなたの行動はどれも悪いものであり、自分自身を破壊するに違いありません。恩師を際限なく称賛し、あなたは私に恥辱が何であるかを理解させました。あなたの態度、表情、言葉、 または行動がエレガントかはずべきか、あなたは正確に知る必要があります。恥を知ることは勇者に近く、勇者は無敵であり、当然のことながら、彼らはカルマやトラブルを打ち破ることができ、これは避けられない成果を示しています。恥。恥は恥、恥は汚れ。 煩悩があり、自らを汚し、他人を汚し、それが参謀を汚す恥であり。本物は断固として煩悩を捨て、行動を逆転させることであるから。宿も知恵もなく、野良犬のように貧しく、癒しく、恥ずべきことです。 全ての仏と菩薩は祝福され、威厳があります。弟子のように見えず、知恵と規則に従って行動しないなら、あなたは道端の愚か者のようなものです。沿密る格差取りの弟子は最も早く成就できるからです。 もしあなたがすべての生を助けるための巧みで便利なものを持っていなければ、あなたは自分自身を荒廃させるでしょう。これは恥です。恩師を賛美し、恩師に感謝します。私は常に自分自身を訓練し、私の死に従い、すべての主情を救い。 これを達成することを誓います。